紀州のドン・ファンこと野崎社長が殺害された未解決事件。被害者の野崎社長は13億円を超える遺産を残したと言われている。その遺産、今回逮捕された須藤容疑者が受け取るのか。ポイントはここ。まず須藤容疑者は野崎社長が亡くなった時点では野崎社長の法律上の奥さんだった。そのため須藤容疑者は原則として必ず遺産を相続することになる。なぜなら民法890条、非相続人の配偶者は常に相続人となるというルールがあるから。ただし例外もあるねんな。それは今回の逮捕を受けて須藤容疑者に対して野崎社長を殺害した容疑で有罪判決が下されて確定した場合、民法891条に故意に相手を殺害した場合は相続人となることはできないというルールがある。一番のポイントは野崎社長の殺害が故意だったか。仮に殺人罪ではなく傷害致死罪などの軽い罪で終わった場合は須藤容疑者は未だ相続権を失わないということになる。この事件、真相が分かるまで最後まで追っていく。興味ある人フォローしといて。